クジラが意味わからん穴から出てきた。あー、恐縮です。風邪こじらせて治らなくて、いや、気持ちはめちゃくちゃわかる。俺も今喘息であんまり酸素が吸えてない。マジ不平等な気持ちになるような。なんか俺さ、ツイートもしちゃっちゃうけどさ、こうなんか一人暮らししとやつって、なんか一人暮らししと自堕落な人間は誰しも経験あると思うっちゃけど、あのガス代を一生懸命払っとっても電気が止まったらお湯ってわかんくなるわけよね。俺あのサービスマジでクソ悪い商売しそうなと思うっちゃ。だってさ、別にさ、ガス代は払っとわけよ。ってことはさ、そのお湯は出るべきやない。なのにそのお湯を出すとこの大元が機械でできとうせいで電気が止まるとお湯出らんくなるっちゃね。だからそれと似たようなシステムと思っとって、他の場所全部健康でもさ、酸素吸えんかったら人って死ぬやん。そのおかしいよね。 5G 飛ばしとう暇があったらさ、こうなんか酸素取り入れれんでも生きていけるように、こうなんか人体とかをさ、いじってくれんかいな。ほんとお願いします。医学の進歩よろしくお願いします。マジで頼みます。こんな僕を助けてください。ゴミとか拾うんで、マジで。ほんと直してくれたらゴミめっちゃ拾いますよ毎日俺。明日の井原より拾う。マジ楽しみにしとってほしい。中卒だけど医者になりたい。いや、そう、公認取れ。せめて公認取って大学行けよ。俺の友達がね、16歳でね、捕まってね、施設入ってね、20歳過ぎてから出てきたけどね、そいつね、そっから公認取ってね、大学行ったぜ。普通に負けた学歴、終わり。そうやってね、何歳になってからでもね、新しいことを始めるのってね、関係ないけん、年とか。普通にね、お医者さんになりたいんやったら中卒でもね、もう一回頑張ってみるべきよ。そう、ソースは俺の友達。普通にあいつすごい。かっこいいよな。わかるわかる。気づいた抜かれしさは学歴、終わってる。マジで、悔しい。